こんにちは。スイス在住、元バックパッカーのベンネです。皆さんには夢はありますか？私は学生時代は夢が何にもない人でした。でもそれが一度海外に足を踏み出した時からやってみたい夢っていうのが一気にたくさん膨らんだんですね。私は初めての海外のオーストラリアだったんですけど、オーストラリアに行ったことがきっかけで、まず英語を話したいと思うようになりました。でもその時もう私はすでに19歳、英語なんてもちろん全く話せず、オーストラリアでは全部こうジェスチャーで話したりとか、電子辞書を持っていてこう指差しで会話をしたりとか、そんな感じだったんですけど、多くの人が今から19歳になってもほぼ大人になったこの年から英語がペラペラなんて簡単にできることじゃないよっていうふうに言いました。私なんて小学校の時からずっと英会話教室に通ってるけど、未だに喋れないよって言われたね、私の友達なんですけど、その言葉は今もすごく鮮明に覚えてるんですよね。それでも私は自分で中学校の教科書を一から開いて、もう This is a pen から始めたわけです。そしてその数年後、ニュージーランドでテソルっていう英語教師になる資格を取りました。さらにはもっといろいろな国を見たいっていう思いから、一人で世界を旅してみたいっていう夢が膨らんだんですね。でもこれには家族も反対しました。女の子一人で海外で旅なんて絶対危ないって言われましたし、海外を旅してる間に誘拐されて、それで殺されてる人だっているんだっていう、ネガティブな意見もね、本当にたくさん聞きました。それでも私はもうバックパックに荷物を詰めて、もう勝手に貯金を下ろして自分で旅に出たんですね。でもその旅の中では、もう死ぬまでに絶対人生の中でベスト3の中に入るって、もう今から言い切れるような経験ができたんですね。そして旅が終わると、今度はお金に困りました。最初はコツコツとクラウドソーシングとかポイ活とかをしてお金を稼ごうとしていたんですけれども、生活資金を稼ぐことなどはもちろんね、当然到底できるわけもなく、長期的にしっかり稼いでいくことができる物販を学ぶことにしたんですね。でも物販コミュニティに入ることを、今度は現在の夫である、当時の彼氏だったんですけどね、彼氏にすごく反対されました。稼げるかどうかもわからないのにとか、地道にアルバイトをした方がいい、インターネットでね、ビジネスなんて詐欺も多いし信用ならないみたいなことをいっぱい言われたわけですよ。なので、これにはもう家族も絶対反対するだろうなっていうのを思ったので、もう私はあえて家族には何も言いませんでした。インターネットで稼いでいくっていうような話はね、ゴロゴロありますし、私も何も知らずに、物販を始めるって決めたわけではなかったんですね。いろいろな情報を集めましたし、物販のコミュニティ一つにしても、どのスクールなのか、コミュニティが一番実績があるのかとか、信用があるのか、批判的な情報とかも全部含めて確認したんですけれども、このコミュニティの創設者の方のメールマガジンを私がずっと読んでいたので、この人の元でだったら絶対に成長できるっていう自信があったんですよね。なので、万が一失敗したら、もう二度とインターネットの仕事はやらないし、外ですぐにちゃんと真面目に働くしっていうことをもう一生懸命説得してですね、1年間だけ本気で取り組ませてほしいっていうことをお願いしたんですね。でも実際にスタートすると、結果っていうのはもう1ヶ月で目に見え始めて、もう3ヶ月経つ頃には主人は本気でもう応援してくれてたんですね。物販は初心者でも結構簡単に結果が出やすいビジネスなのでっていうことはあったんですけど、私もその時はそういうことはあんまり分かっていなかったので、意外といえば意外だったわけです。でそして、私が物販の仕事で安定的にその後も収入を得続けていたので、主人は日本での仕事を辞めて家族でスイスに移住するという夢を叶えることもできました。なので今はあの時私が物販を始めて本当に良かったっていうことをね、言ってくれてます。私はやりたいと思ったことは、まず行動に移してみるっていうポリシーがあります。実際にやって後悔したことっていうのは今までの中では一度もないですね。やらないで後悔するよりもやって後悔することがいいとか言うんですけど、もしかしたら小さいことだったらあったのかもしれないんですけど、今こうして話していても、そのやって後悔したっていうことは何も頭に思い出せないぐらい、小さいことだったんだろうなと思います。後から知ったんですけど、このやりたいことに対してネガティブな
意見を言うことで、まあ、こちらがやろうとすることを阻止してくるような人、こういう人のことをドリームキラーっていうそうなんですね。でドリームキラーっていうとなんだかまあ大げさに聞こえるかもしれないんですけど、要は、まあ、周りの人に言われた言葉によって自分の夢を諦めてしまったり、その先にあったはずの成功だったり経験だったりが目から積まれてしまうので、まあ、夢を殺すっていうそういう意味が、ね、そういう言葉が使われているんだと思います。で多くの人がこのドリームキラーによって夢の現実をもう最初から諦めてしまうんですよね。でも今の私だから言えることなんですけれども、このドリームキラーに惑わされてはいけません。自分の夢ややりたいことに対してネガティブな意見を言うと分かっている人にわざわざそれを伝える必要もありません。まあ、でも自分の夢を分かってほしい人っていますよね。大事な人です。そういう人にはぜひあなたの夢とかやりたいことを伝えてみてください。まあ、反対されても説得するんです。でも説得しても分かってもらえなければ、先に行動に移してそれを結果で見せましょう。まあ、ドリームキラーがあなたのやりたいことを阻止しようとする理由は次の2つです。まあ、1つはあなたのことを本気で心配している。そしてもう一つはあなたがもしかしたら成功するかもしれない、そしてもし成功したらちょっと悔しいっていうひがみの気持ちから来るものなんですね。まあ、ご家族だったらもしかしたらあなたが失敗して残念な気持ちになることがないように、もう最初からもその夢を諦めさせようとするかもしれません。まあ、友人でも実はこうあなたの成功を心から喜べないって人は意外といるものなんですね。まあ、そういうひがみの気持ちからネガティブな発言をするっていうこともまあ少なくはありません。でもどちらの気持ちからの言葉であってもあなたの夢を積むっていうことには変わりがないんですよね。まあ、私も今思い返せばたくさんのドリームキラーに会ってきたなっていうふうに思うんですけれども、ことごとく無視してきたので今があるわけです。まあ、今だから言えるんですけれども、もしあなたが今やりたいことや夢を持っているとしたら、周りの人に流されずにこう行動する勇気を持ってください。私の LINE アットでは、まあ、普段はね、海外生活とか旅とか、まあ、在宅ワークについての情報をお伝えしてるんですけれども、もしもこう誰にも言ってないけれど私こんな夢があるんだっていうことがあったとしたら、私にアドバイスできることがあればアドバイスしますので、ぜひこちらに登録して直接メッセージをいただけたらなというふうに思います。第三者の私にだったらこう話せることもあるんじゃないかなと思います。また今後もあなたの夢を叶えるための情報をいろいろな角度から発信していきたいと思いますので、 YouTube の方もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。